本日のよろぴこやるなら今、明日に向かってプレーボール、よろぴこ。実はその北別府さんの奥さんから亡くなられた当日にすぐメールが来たんですよ。で、よしひこさんに伝えてほしいと。その前によしひこチャンネルをその2人で毎日見てますと。で、出ることを目標に頑張ってますよっていうお手紙が来たんですよ。だから本当にチャンネルで言ってくれて、それが元気のもとですっていう、まあそれも吉井子さんに伝わってますし、でまあ吉井子さんの一つの目標としては北別府さんと一緒に出ると。そしたらまあ亡くなられたっていう連絡が来て、すぐまあその吉井子さんに伝えたら、まあ選手がね、みんなが行かない時に一人行ってくる、やってくるっていう話になって、でその後もね、奥さんの方からお礼を あのメールいただいたんですけど、もう本当にありがとうございます。で、やっぱコメント欄がちょっと荒れたんですよね。ヨシヒコがなぜその北別府さんについて語らないのかって。一番悲しいんだら、まあ、ある意味ヨシヒコさんであって、でも明るく楽しい形での北別府さんの話をしましょうということで、まあ、今日が一番いいかなっていう。これはペーの話全くしてないよ。あの日終わった時にこれは前の日行けたよ。ペーの顔は見れたんよ。そう言ってたよ。あの、メインの時は行かないから、あの、球団とか、はいはいはい、ちょっと球団関係がいるところでちょっと敷居が高くなるんで、はい、で、前の日に行って、人数少ない時に行って、顔を見て、うん、行ってきたよ。僕は受付で。あ、あの日同級生、お前は当日です。呼ばれなかった。受付どうする。受付やってます。やってた。いや、でも言われとった。あ、記憶ね。むしろ誰も、さらえさんだけやろうか。あれ、山内が。山内ね。じゃあ早く来てくれって言われたの。あ、そうだ、鍋さん。うわ、そうなんだ。で、達也君とだろ。僕も行きましたよ。いや、もうその日、俺は前の日、はい、僕は僕月日に、もうゆっくり顔見てって思ったけど、一回トークショーしたいの、ヘイト。あそこの平和記念館の横のでかいとこで、ああ、あの時喋ってると思ったの、こいつこんな気強かったかと思ってた。あ、そうなんですか。うん、だってあの頃俺全く接点がないから、ヘイトは。今でこそこう YouTube 出てくれてるとかそういう会話したけど、あの頃ほんまね、水と油だったもんね。全くなかったよ。ああ、私の迷惑かけた。反対に小原さんとかセイシャロイ、ペイ？ペイさんと一緒に飲み行ったりとかしとった？いや、ペイはね、もうしたよ。もうした？銀座とか。今日、共通じゃないか。なんか知り合いか。知り合いじゃないけど、俺は知らんけど、何回か付き合ってるって言われて。いやー、でも高校から入ったよ、同じピッチャー。同期ですもんね。うん、だから、すごく向こうは1位のプライドがあるし、俺は地元のプライドがあるけ。はいはいはい。だからもう何位だったの。いや、ほとんど話しなかった。だから何位だったんだ。4位です。4位だったら話したくないの。いやいや、そうじゃない。確かに。じゃあ1位と5位だったら全く話できんじゃない。全然話してないわ。そういや、そうよ、こいつすぐさ、仲良かった。仲良くなって、わし、まあ、いつも嫌でこわし一人。嘘ばっかり。お前はもう達川さんとか。いや、達川さんとかまだ入ってない。まだ入ってない。1年目だ。私一人の人生の人は嫌いに仲良くなるんだけ。嘘ばっかり。そんなに今さらの生徒だと思うよ。ましてわしら同じ学校だけど。いや、全然ね、話もしてなかったんですよ。はい、同じ同期なのに。同期だから話してなかった。だから当時はね、あのピーチラン球場のキャンプが終わった最後にはブルペンの手入れをしなくちゃいけないんです、はいはい、1年生が、はい、バケツを水汲み場まで汲みに行って、まあ、何杯汲んだんやいうような世界ですよ、はいはいはい、それを直すのが、はいはいはい、直すんですよね、直すのが、はいはい、その時はあれ何杯やおじいちゃんさんだけどそういう世界ですよ。全然ね、全然、まあ、彼が1年目に1軍で2つ勝って、はい、2年目に1つ勝ったんですよ、はいはい、まあ、それでもまだ抜ける思うことだったら、やっぱりこれを投げれるから、あいつは。
俺はもう全くダメ、はい、で肩痛めだしてほんで立派な夢かやなってセーフライオンで移籍ということになって、はいはい、帰ってきてからは仲良くしました、うん、投げ方も違うし、はいはい、最初は A クルーは乗っとったっけ高橋さんと同等で、はい、やってましたからね。よう乗っけてくれましたよ、あの練習場行くときほんま俺接点がないんだ。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。